ギャンさんは安定のポジションだからいいんですよ、それぞれに意見があって。そう思います。100人いたら100個の意見があるんですよ。同じ意見はたまに似てる意見はあっても同じ意見はありえない、ね、そう似てる意見はあるかもしれない。これでも食らえ。さてまず連邦から、でガーベルトとのビームなんですけど、さっきちょっとお見せしたんですけど、その、まあ、強襲だと溶かされちゃう、装甲の関係できついんですけど、銃撃は2500とかあるんです。これは2000、初期なんで2200ですけど、ワダガンキャノンとかは、こいつはね、2500とか3000近くあるわけです。だからね、何が言いたいのかっていうと、前段食らわなきゃ死なないんですよ。前段食らわなきゃ死なないんで、前段食らわないような動きをすると、結構生き残ります。この辺、多分、だいぶ、その辺の対処の仕方を知ってるか知ってないかで、だいぶ違うのかなという感じをするんですよ、印象が。まあ、それよりも、ザクマリンのアクアジム銃撃とかザクマリンとかよりもザクワーカーがきついよね。うん、支援戦の人は結構なんだこのアップデートって思ってるかもしれない。私のレーダーがって感じですよ、真面目な話。あ、ゾクタンちょっと君倉庫邪魔よ。ガンダムの出撃タイミングがないんですけど、どうしよう。ちょっとガンダムはミスマッチですな。君と戦うつもりはない。だからね、連邦はこのマップ超きつくなると思うんだよな。それぐらいラムズ語とかズゴックイー使ってたと思うんですけど、水中の近接能力はすげえ高いですから。特にズゴックイーが結構やばい。ラムズ語は、まあ、コストが安いからいいんですけど、ズゴックイーはやばい。あれはもっと増え、いやククルスドアンでもっと増えていい。それぐらい、つくつくガーベラテトラなんか扱うよりも、水中、ズゴックイーで、水中で戦ってた方が圧倒的にいいんですよ。それぐらい、ズゴックイーは水中でやばい。ああ、陣営統合ね。してほしかったね。しないだろうね、もうね。で、マッチングはどんなのかって話。マッチングがもう適正だったらしちゃわないし、私マッチングと、その、要は陣営を撤廃する最大の理由がそこのうまくマッチングとか、なんか雑魚狩りみたいになって、階級ね、なってるのが許せないだけだって。やった、いた好き。ブンブン丸、ワイヤーブンブン丸。コメント見るときも楽しいじゃねえ。あ、ミッツがコメント見てるときバレちゃう。そうそう、見てるんですよ。このね、タヌキもね、出すとね、FPS 下がっちゃうからね、その辺ね、環境をちょっと整えたいなと思ってるんですけども、まあ、ぼちぼちいきますよ。やっぱりね、一つのパソコンで全部やろうとするのは無理だなっていうのを。
グフグラ欲しい、超欲しい。そうなんだ。こんばんは。おいっす、こんばんは、ようこそ。新次さんが海に飛行して帰ってるのは、ジャグロー企業の代理人。そこまでは、英語が企業に出てるの、おまけだけど。はい、味方です、味方。味方だよ、味方。終わった。やりました。我が軍の勝利です。称号はね、前々からあった方がいいよと思って。なくなりますしね。陣営は統合は、私はそのゲームコンセプトとして統合した方がいいよっていう派なんで、その原作うんぬんとかより、私が考えたというよりも、もともとあったんでしょうね、あったんでしょうけども、まあ、わかんないです。私はいろいろというアイデアを出してます、ね、それがどう作用してるかは、私にはわかりません。やったね。やっぱり、ワダガンキャノン強い。ここガンダムきつい。はまらない。はまったら強いけど、ガンダムは。参戦予約ボタンを押してください。はまったら強いね、こいつは。全然現役だと思いますよ。こんばんは。こんばんは。ちゅうか、もうこいつはもう、どこでも生きていけるね。別にダウン取れなくても火力あるから関係ないし、関係ないし、全然関係ない。コストも安いし、だからこいつは私の連邦のデッキの筆頭機体ですよ。あとはまあこの子がね、ちょっとコスト高い。SP 回したらグフフとリクテル当たったなんて言えない。立てないぞの出ギラ動画どうかなわら。まあ、で、連邦さんは、この子がやっぱり、また復権ですよね。復権っていうか、もうずーっと、ある一定の地位は取ってますけど、この子の、これですよ。これ。これ私ビームシューターですけど、これだよね。これはやっぱり優秀ですよ。ちょっと、水分取って。ゲーム内はね、こうした方がいいんじゃないですか、ありますよね。それは、勝敗に直結するかどうかっていう話。さあ、そんな感じで、プレボゲッツで、さよなら。最後の日に、25日か。いや、まあそこまでギリギリまで、お、ギリギリまで引くかどうかわかんないですけど、今250万貯まってるんで、500万まで貯まるかわかんないですけど、私は GP ガチョを最後に回そうと思ってるんで、生でやるか、実況プレイでやるかわかんないですけど、生でやるかもしれない。まあこの土日か、もしくはみたいな。とりあえず500万貯まったらやりたいね。はい、早いね。参戦ボタンを押してください。戦闘開始までしばらくお待ちください。さあ、いよいよこれからが勝負ですよ。本当にね、先週昨日やったトリントン
これ手やったり今パチパチ拍手してますからね。あのね、鉱山としてはきつかったね。今縛りじゃないですけど、回帰ランこのね、ランキングの絡みでヘビーアテリアリーを非常に対応してるんですけど、鉱山都市とか激つら。とりあえず今はヘビーアテリアリー行きますけど、なんかこの機体使ってほしい。別にヘビーアテリアリー、あの砲撃とかでも銃撃とかでもなくてもいいの、この機体そういえば最近見てないんで使ってほしいですみたいなのあれば、作ってたら、デッキ作ってたらね、あ、キャラクターを作ってたら、もしくは次の試合とかでちょっと組みますよ。行ってもらえれば。まあお祭りですし。ただ今回はヘビアティ行きますけど、時間がないから。あ、ギガン、あ、ギガンいた。最近ね、このザク 2F 型攻撃がとてもいいですね。いい機体。とてもいい機体。攻撃なのにショットが持てるからね。で、後期型バズーカ持ってるんで、火力もある。で、宇宙向ける。最後だね。はぁ、どうしようかな。連動上げも兼ねてんですよね。ガルジュだな。チャージビームライフル練習しとこう。まあ、イフシュナは、これなん、今後、イフシュナってどう言えばいいんだろうね。しないと2機になるわけでしょ？言い方に困るよね。イフシュナ。いっか、これで。今回のミッションに勝利すると特別報酬が支給されます。ダブルプロ剣お願いします。ゴックゴックはゴックは暴言吐くかもしれない、私が。ゴックは際どいよ。あの機体は際どい。あと F 型ザクを久々に、ザク、F に特殊装備を、ぜひわら。F に特殊？久々のザク、F 型久々にみたいですね。F 型ね。たまに使ったりするんですよね。よし、F 型とりあえず入れましょう。くしめくしめにやってきた赤ザクは、みたいですね、わら。今せっかくだから生やってんだから、なんかね、そういうやり取り的な要素も入れようよっていう自分で思い立って、リクエストじゃないですけど、まあできないことはできないで言うんですけど、ゴックはね、ちょっと前やったんだよ、生放送でやったの、ちょっとね、無理だなと思って。あ、この機体は無理だなと思って。実況プレイでもやってるけど、あ、この機体は無理だ。FPS 下がるね。 F 型は使ってあげたい。 F 型ちゃん、おう、2個前、奥上はダメだ。うわ、溶ける。溶けた。水ガンは多中、まあ、水ガン強襲は若干多中でいきますけど、ズゴックイはやばいよ。ぜひクロスドアの動きはやばいから一気に入れるべき。あの初動で使っちゃダメだよ、あいつ歩兵機体だからね。初動は別にラムズ語とかでいいんですよ、赤でも最悪いい。
初動は。あのどうせやること決まってるから。あかんこれ。あかんこれですよ。あかんこれってやつですよこれ。敵さん待ち構えすぎや。僕は申し訳ないけど、ちょっとね、ダメだよあれは。お、結局私こうジャンプをしちゃうんで、もっと抑えないといけないね。ジャンプしないで水辺というか水平ギリギリを戦うスタイルにしないと、これからこけるよね。まあ今もこけてるんですけど、ますますこけるんで、そこちょっと立ち回り変えなきゃいけないなと思ってます。あ、外したですって。死んだ。おい。おい。カメラマンやろ。回収を迅速に行う。外すね。なんでこけんの？これがなくなるからな。お前覚えとろよ。選択してください。出撃する地点を選択してください。ガルジューちゃん、ガルジューちゃん強化来るから。ただ思ったよりそんなに強化じゃなかったね。もっと HP 上がるのかと思ったらそんなに。しかも銃撃しか速度上がんないから。軽々ね、いけるかなと思って、もうちょい下がっておけばよかったね。失敗した。さあ行きましょう。これ中央はもう完全に不毛なので、左右に行きたいけど。FPS 下がるね。よいしょ。よいしょ。一瞬あれば、一瞬あればいいんだ。別にダウンなんぞせなくとも。どうしよう、ここが行ってもあんまりメリットなさそうなのかな。まず足遅いからバレるという。メガ竜しろ、竜しろ、ティア。ちょっとザメロは出ないんですかね。ジオングは、まあ、ジオング、ういしょ。こいつももっと速くなっていいんやで思ってたんですけど、外しすぎじゃあ次ザク 2F 型出そうぜ。ザク 2F 型と、あとあいつだ、プロ犬。ザク
通特殊型は強化してないよ、ちゃんと。武器、多分武器の強化からしなきゃいけないから、ちょっとそれは今回は無理だな。おい、おっと、ロマン溶ける。しかし、フリップが X 来てる。それ行こうと思ったんだけど、マジフリップだし、超減りすぎだからゲージ。マジ減りすぎ、一人でこれ減らすすぎだからマジ。いや、まあ見えてたんで行こうと思ったんですけど、誰も反応しなかったね。いやー、ひどいゲームだ、ひどいゲームだ。ひどいゲームだ、ひどいゲームだ、許さないあいつ。だから私は個人的に、あれフレッドが乗ってるんでしょ、それがイフリートに乗ってイフリートシュナイドになるでしょ、だから乗らないと思う私は。あ、フレッドが乗ってる機体なんて乗ってたまるか、フレッドと名が付くやつが乗ってる機体なぞ。もう完全に知らないんですよ原作が。もうそれぐらい許さねえって、許さねえリストですよあいつは。だからフレシュナです、フレシュナ、そう、フレシュナ、フレッドやろう。ジオンなのにすごい言われよ。宇宙になったらスグアイラみたい持ってたっけ。スパイ、あー、作ってないかな。スパイは作ってないっす。作ったっけな、作ってないと思う。いまいちですね。地雷が超曲がれてるんですけど。手をお貸しします。背筋を正して出直してこい。挑んできた勇気は褒めてやる。あ、ナイス。それはそんなこと言ったら、オッケー。この時代の展示会かもっとひどいものできたのはな。フレッドの差がつきに考えろ。あまりに首ってもらっては困るな。確かにフレッドは犯罪者だしではな。ありがとね。よし、次。華麗にスルーされた。フレッドって女の子ですよね。え、フレッドって女なの？男なんじゃない？やらせは。いや、昔は、コードムは、あれは本拠地の体力が低かったからね。やられるわけには。しかもあんな動きはできなかったし。いくらなんでも。なんだよあれ、ひどすぎる。心配したストアマンしましょうよ。フレッドは飲み込んで、ジオンさん東軍と一緒に一生懸命に戦ったので。許せない、うん、お前が残したこの傷跡を。
しいですね。好調です待たれてる。拡大をさせていただきます。フレット、リバー、すごい、離脱する、もう一発、まあどうなんでしょうね。自衛なくして私は百式とか乗りたかったけど。北がやべえ。これはできるから。こんばんは。いいぞ、このまま続け。やばい、あぶねえ。はい、こんばんは。おい、くせ。抜けてるし。だから今後は多分、まあ、フレピクに限らず、こう、なんていうんですかね、バトルエリアがないマップに関しては、こういう形の歩兵戦というよりも、いかに本拠地にネズミにするかっていうのが色濃くなるかなっていう感じです。レーダーを、ジオンはよりレーダーがなくなりますからね。間違いなく。それじゃなくても少ないのに。事故った。新規の数が違うんですよね。やっていて思うのは支援しがいがないんですよ。ジオンは突っ込んじゃうから、ね、ああ入ったか。あと4分どうしたもんですかね。あー来た、あかん。まあだけど鉱山都市より戦いやすいですよ。ええ、ポケだ。マジっすか。ダウンしたんですけど、どんだけ低バランサーなんだよ。もうそれ通用しなくなるからね。いや、ダウンはしなくなるって言うんですね。あべ。全然違うのに当たったし。そうか。ただしかし、BGM は。シルビチャンネルは固定です。出撃する地点を選択してください。でアニメの曲って原作を見ないとなんか盛り上がらないですね。やっぱね。
絶対。どう考えてもここにいるのっておかしいよね、これね。これなんかあんの？絶対。ないかな。おお、ガトリングとミスは一緒に持てないでしょ。出撃する地点を選択してください。確か持てるっけ。どじ持ちできなかったよ。持てるか。それはあれか、あいつか、なんだっけ、敵の本拠点を破壊せよ。スタンダードアーマー。踏み込みが浅い。飛ばそう。どっちか。でジャンプしたとこ狙おうかなと思ったけどダメでした。だからあれが強く通用しなくなるから、ガンキャ2は結構きつくなるんですが、私は関係ない。いける気はね。私はミサイルで繋ぐって派なんで、手数重視だから。関係なかった。むしろゲル気は全然健在でした。グラボ対応してほしいね。だ、反剣曲は無理っす。特に、バンダム系は。怒られちゃう。反響曲はちょっとぜひですね、皆さん裏でかけてきてな。ヒット全弾ヒットでした。いやー、フレスク止めのきつ、きついっすな。こんばんは。ワナ軍の敗北です。こんばんは。よくそしてください。深夜のシルビちゃんだ。まったり行きましょう。個人評価の方向に気づきないですね。すごい戦果を上げて。本部より報酬が届きました。開封するコンテナを選択してください。で次は教習混ぜて。失礼、バトリーズと BR ですね。予約ボタンを押してください。組んでいこう。ああ違う違う。バランス19。もしかしたらこけなくなるじゃん。バランス19なんですけど、今もうこれでもこけなくなるからありじゃね。ありじゃね。もしかして腹筋ありうる。ついにザク 2F 型再出撃。いや、あるかもよ。低コスト好きだから使っ、多分出てくるかもしれない。ヒルドルブ、マップ用選ぶよ。ヒルドルブマップ、マップによります。マップでダメです。爆発エフェクトヘルオプションつくとオンにする人いなくなるなわら。こんばんは。こんばんは。
結局ショットガンアクトだな。アクトなぜか銀という、だけどアクトはどっちかっていうとマグネットコーティング来てから使いたいよね。正直今使うんじゃなくて、今はなんかちょっと厳しいもの、そしてビムシは出ない。これです。こんばんは、ようこそ、ウェルカムトゥシビちゃん。いやだけどまあリクエスト、今回リクエストがっつり言いましょう。仕事が休みなので来ました。お疲れ様です。大昔ってバランスマイナスじゃなければいいじゃんって転び戻るのかわら。バランス60ですね、当時ね、最初は。エスカタピタ、ここ不思議な、こっちかな。足早し。考えています。いやアクトザクどうだろうね、正直激辛いよね。いやこれレースゲーでしょ。ドルブって結構モジュール詰めるのね。将軍シルビ、エスカタ戦記、復活の予感、半年待ったのだ、私は帰ってきた。ゾック、ゾックを使うんだったらまだ海だね。うん、まだ海だったら、あやべえ、これ来て、おやばい、教育機械切れたか。切れてない、切れてんな。今回のミッションに勝利すると特別報酬が支給されます。出撃する機体を選択してください。よし、出撃する地点を選択してください。割と防衛されるんだよね、だから最近防衛するようになったんですけど。といたしまして、ただ私かなりはしょってますから気をつけてね。例えばワーカーの件とかかなりはしょってますからね。重要なところしかピックアップしてないです。人によってワーカーすごい重要でしょうし、私にとって重要と思われるところだけピックアップしました。なんか動きがあるんで乗っかってやろうぜ、このビッグウェーブに。ビッグウェーブでもないな、スモールウェーブ。私はあえてこっちに行く。よいしょ、こよ、お前こけな。やった、外した。イエーイ、入ったぜ。出撃
何が出るかな。ザクツエフ型オピー入ってんじゃないですか。素晴らしい。だから私のメインとして、あとは見てね。だからさっき最初に言ったようにザクマリンと、アクアジムえアクアジムじゃない気がする。アクトザクアクアえアクアジムでいいのか。アクアジム銃撃のミサイルが3発から6発になってたりとか、結構変わってる部分はあるんで。あとは GP03 が最高速度上がってなんかケンプファーっぽくなってたりとか、微妙にブースト効率も変わって、なんかあれこれケンプファーもどきになってんだ完全にみたいな。あ、いや結構ケンプファー意識してる感じになってますよね、あれね。あとは GP04 がね、まあゲロビが射程伸びたりね。だって射程伸びればいいじゃないって感じですね。コスト高い。コスト360の仕事がじゃあできるかっていうと難しいんですよね。倒すことだけはできますけど、あいつはガーベラトトラテトラポットダメだねこれ。相手の方が部がいい。当たってスモーター、残念。これ残念ですね。お前グレポイされてる。出撃する地点を選択してください。攻撃だけだと一気に決めないと傾向つかむのも1クロウなんて十分助かります。そこだ。ありがとうございます。そう言っていただけると。安心してさっさと終わらせるから。いや、ダウンしなくなって助かるのは低バランサーなんですよ。別に高バランサー、うん、で空中ではダウンするから、以前ね空中でチャビジムライフル食らったらダウンするから、ぶっちゃけ空飛ぶ機体はそんなに変わんないんですね。ザク2F 型みたいにバランス19とかだったら、まあ、そんなに使っ低くしてる人は少ないでしょうけども、これノーマルじゃん。パックザク早いな。もうちょい早いといいんだけどね。1200いかないんだもん。ギリギリ1000。危ね。アクトザクいい機体やな。早いね。速さは正義。ダウンでき、あーかんだ。いや、いい機体ですね。今更ながら。別にコンカスはいいんじゃないですか。だって変わんない変わんない。振ってみりゃいいって。だから全然コンカスじゃない機体で振ってみりゃいいんですよ。みんながライフ重視じゃなくなって初期義務対勝利とかになりそう。バランスなんて別にもうね、あんま関係なくなりますよね。
そうすると何がいいかって武器3つ詰めるようになるわけですよ。手数が少なかったきてがね。そうするとでかいでしょ、一部機体とか、なんかどうしようもなくビッグ2つしか持ってなかった機体とかが。それってすごくない？ただ空中ではこけますけどね。だからチャージビームライフル、空中チャージビームライフルがめっちゃ重要になるから、ビームキャノンも今以上に。どっからミサイル？拠点を奪取。よいしょ。そいつは、そいつは元祖 F 型を使い続けた男に、そのムーブメントは、ムーブメントは良くないぜ。初期ジムはチャージビームライフルとビームライフルを同時持ちできないってなので、そこがネックなんですよね。まあ、悪党ザクも、マレットアクトもそう。マレットアクトがだけど、そうすると悪党ザクがいらなくなっちゃうから、地下か。自分は武器3つもあると武器に変えて攻撃も違えそうわら。ここ場所悪い。あー、あと1秒あれば。私もイベガチャもう一回ぐらい回したいんだよね。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。いや、グーフフライトタイプ絶対いいって、絶対良くなるって。まあ、ただこけるけどね。あいつこそ武器1個でいいんですよ。そうすると空中チャージビームライフルでこけなくなるから、あいつは数少ない。ブレッブッポ怖い。今撃って欲しかったなり。格闘強襲って格闘頼みが結構あって、私も結構振るんですけど、それが割と通用しなくなるのが面白いですよね。だから射撃寄りの格闘機、ザクツ F 型なんかはもう完全に射撃寄りなんですけど、そういう機体が今後注目を浴びるわけですよ。素晴らしいね。今まではやっぱり格闘持ってないと、やっぱりね、ザクツ F 型とかもきついですよ。できつくめちゃ、ダウンするしね。だ、そういう意味で結構変わってくるかなって思って、終わっちゃうんですけど、だそんなに変わんないと思うんですよ。そんなになんかいろいろ何かが変わるっていうほどではないかな。まあ、ダウンしなくなるぐらい。おい、どっからだよマジ。おかしくね、ここにいて。どっから、あのカメラがめ、あんま弱体化しなかったね。許すまし。
アクサザクはいいですけど、やっぱちょっとコスト重いな。1試合1回しか、まあ、時間の関係もそうですけど、1回しか出なかった。個人評価の報告です。すごい戦果は。お、7になった。本部より報酬が届きました。まあだから新しいのなんていうんですかね、まあ、仮に弱体化でも強化でもいいんですよ。その変化があるからなんか新しいの探せるじゃないですか。それが楽しいよね。ただ連邦はそんなに探せるための期待がないから、私は陣営撤廃をして一人のキャラで一人で二つのキャラを同じ GP とかで管理できれば、なんかそれこそねリックディアス狙ったりとかできるんですけど、それができないからわざわざ切り替えなきゃいけないから、ちょっと敷居が高いなーっていう。ザクツイフガトはいいっすな、やっぱりなんかこけるけど、今言ったのは小規模戦ができるマップではいいっすね。射撃機は結構それこそ、このプロ剣もそうですし、まあ、プロ剣はあとせん、あまあ戦闘開始まで、ビームライフル持ち機体をどうするかって感じですな。あ、ヒルドロー行けんじゃん、行こう。ゾックはちょっと無理だな、ここは。カメラガン1機ずつしかロックできないからだいぶ減ると思いますよ。減ってくれると嬉しいんですけどね。シャアはアップデート入ったら使います。なぜなら格闘プログラムで確実にダウン取れるようになるんで、まあこいつのちょっとその魅力的な部分で出るんで、アップデート後にシャア専用ゲルグは使います。今はおねんねしてます。GP02となると低コスト、低コスト格闘機グフさん、もう鉄板ですね。どの時代でも生きていけるグフさん。ただこの次は変わってくるのが、バズーカ格闘でダウンしなくなってくるので、ダウンしないじゃないですか。昼見はするけどダウンは絶対しないので、そこですよね。その後どうすんのっていう、まあ、当てた後にノーマル格闘を一発入れるのか、そこがちょっと気になる。その後すぐもう一発格闘、まあ、多分すぐ格闘いけると思うんですけど、当てれば。多分ね、すぐ使える、結局、格闘2発入るようになると、2発は入ると思うんですよね。なんだかんだで。宇宙どれ？ボール？いや、ボール。とりあえず出しておく。いや、大変なことになるの、これ。あ、そうそうそう、こいつこいつ。こんばんは。こんばんは。こいつこいつこいつ。割り振らなきゃ。これ100ポイントが欲しいんだけど。こんくらい？ああ。マシンガン強くなるからね。意外と、ザクツ S 型とかも面白そう。出撃する地点を選択してください。お、スレイカおめでとう。そう、ただ OC は気をつけて、投げすぎるとパソコン結構寿命縮まるんで不安定になりますから。私若干なってるんですけど、なんかね、あつ、なんか今不安定なんですよ。 CPU オーバークロック、パソコン新しくしてえな。新しくしなくてもいいんですけど、新しくしなくていいんですけど、あれが欲しいんですよ。サブ PC の録画用パソコンが今欲しくて、ただ FS は HP 低いんですよね。 FF シャザク、 FF シャザクとかは
HP がめっちゃ低いので難しいね。ダウンしないとかとか言うじゃなくて、万発一発でほぼ瀕死、その辺のネックがあるよね。なんで白衣がここで飛んでくんだ、落ちちゃったって。うふぅ、いいね、8割持ってったよ。あいつウィルスマジフレッド了解しました。ナイスー、あかーん、今は4点、3点動かしてますよ。あは、バズーカなければ。ここまで残らず消えてもらう。めっちゃいい機体ですから、GP02 は。めちゃめちゃいい機体だから。何でもいいけど。さあ行くぜ。久々の教習を使っていて結構楽しい。教習やっぱ楽しいよ。てかこのゲーム機動力あると楽しい。機動力でこけないと楽しい。機動力弱いと、被弾しちゃうからこけらん、こけるし。壊せないでしょ？グレネードの1個は持ってこいよ。無駄にしてしまった。おい、マジかよ。あかんよこれ。最近人が少ない。いらっしゃいませー。あおう。ようこそ。やべ、まさかのヒュードルブルかぶり。多いな。参加ないといかんぞよ。参加いかないといかんぞよ。平均補給艦を破壊したぞ。射程
まあ、まあ機体の調整とか新機体もそうさることながら、私はそのマッチングがどうなるのかが一番気になるな。結局それが良くならないと、どんな機体が来ようがなんだろうが、どん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 なんか他の部分でダメになっちゃう、このゲーム。後ろから。短距離は無駄点蹴るから、笑いあるオフっていう意味でした。笑い出撃する地点を選択してください。やべえ、期待が逃げればいいもの。うめー不明不明、なんで俺踏んだことにならないの、おかしくね。めっちゃ偏ってんじゃん。おいおい、支援機支援機10機。おい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 。マジかよ。道理で取れねえわ。なんか、そういえばね、おかしいよね。拠点を奪いました。そりゃあかんて。機体比率がおかしいぞ。とも切ったかなと思ったけどダメだった。新規は減って砂が8。お前ここで砂8とかどうすんの。出撃する機体を選択し、出撃する地点を選択してください。どうすることもできないと思うんだけど、甘えよ。これピークさん、これピークさん甘えよ。私の輝きが増しますから。攻撃頼むの元気が病人応援の出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。射角。これ行くしかない。取れた。ここ行くしかない。ピザもさ、ここ入らないと置けねえから。あ、俺、ちくしょう！ウォードブタンク負けたぜ！
そして悲しみの30秒、悲しみの30秒。別にジオンは銃撃でもいいんですけどね。ただここで砂は地雷を3を取った状態で地雷を撒くなら分かるけど、取ってない段階だ。取られた。スナ球体とか初めて見たんだけど、このマップで。マジっすか。これはちょっときついな。あー、盾さん、盾さん仕事してください。910の盾さん仕事してください。やばい、グフの生存時間の短さに惚れる。やっぱフレームレート落ちるよね。これどうにかしたいんだよね。出撃する地点を選択してください。行くぞ。修理が終われば前線復帰だ。きついっす。マッチング、はよはよマッチングをお仕事してください。だからどこに地雷を投げているのかって話なんですよね。投げる場所ないでしょ。だから空中ダッシュで、空中でこけるんだったらやってほしいのは、ぜひですね、GP02 の射角を下げてほしいですね。あれね、アレックスやった後だと分かるんですけど、打てる高低の高さと低さがすごく狭いんですよ。ちょ、やめて。オッケー、溶けてる。アムロもいるしな。一人ではどうすることもできない。相手、あー、 Y か Z にだけど、ジョージ急にいるんだけど。おい、きついっす。階級はリセットされるってことなんですかね。されないんだろう。セットについては、おい、お前ら、そんな、突っ立ってねで行かねえといかんだろうが、白銀だからさ。
兵がいないようです。拠点をいただいた。本当に兵がいないようですよ。こんなの西へ狙撃が増えた。残り5分でジオン軍に狙撃が増えた。まだ増える。なんだそれ。まだ増える。そして決めた。何を地雷を このクールダウン中味方の構成見えないのもちょっときついですよね。これは連邦がどうとかっていうよりも偏りすぎだ。ちゃんとろよー。さあ湧こうよー。さあ湧こうよー。レーダー完璧だけどそれ守るやついねえしっていう。レーダー完璧だけど敵発見してもスルーされてるぜっていう。それあかんやん。挑んできた勇気は褒めてやろう。地雷だらけ。いや現在のを振り直すのか。これやばいな。いや声が多くてもダメなんです。芋というか前衛が大事ってことですね。前衛が大事です。でこのゲームは、やれなかった。もったいないことをした。そうか、ライトアーマーだから早いんだね、復活がね。これしかないでしょ。別にね、前に出れればいいんですよ。別に攻撃機体でも。だから私は攻撃機体でも前行くんだけど、出れる機体しか選ばないんだけど。硬いからね、何気にギガンとか超硬いから、装甲はね、いいですよ。あ、今当たってないですかね。ちょっともうこれは下がるよ。こんなの傷のうちに入りません。だけど支援多いけどリペアはされないっていうこの支援多いけどリペアされねえなこの試合みたいな。自分は単純の戦略の大前線にいますわら。お疲れ様が多い。おこの子に及んでするのかよ。おいーおいーおいマジか。ありがとう、やっと支援の恩恵を受けることができた。なん我が軍の敗北です。速やかに撤退してください。悲しみでした。あれずれちゃった。上になんか出てるときはキャリブレーションっていって、あのカメラの顔の状態と実際のこの動作が合ってないんで、キャリブレーションって言って、調整してくださいねとしました。いやーちょっときつかったな。っていうかだいぶちょっと怖い肩でしたね。
3を取らなきゃいかんすな。右は特にそう、右は特に3が大事ですね。取り返せないから、まあだから言ってしまえばマップが悪いんですけど、まあだけど他のマップよりいいかなみたいな他のマップよりはいいかなみたいな、一部期待マップより。ちょっと水分補給、水が切れたんだ。カメラマンばかりなんてないの、悲しいビワラ。温度が30度30度だと暑い。あ、マウスがあれだ。正規メンテナンス時にパイロットのレーティング値により順に階級を振り分けるみたいです。いや、まあそうなんだけど、それは先の話だと思うんですよね。最初はどうするのって話、階級。リセットじゃないでしょ、今あるもので。1回目は今ある、例えば私は中将です、今は中将ですけど、それを元にレーティングやって、もう完全に例えばいきなり将尉とかになるのかっていう話。ただそれと もう階級とかは関係なくて、レーティングが例えば1500だったら1500、まあ1000でもいいですけど、1000っていうのが来週のメンテで設定されて、それを元にその1週間やって、例えば2000になったら階級が大将になり、1000になったら、あ、500になったら少将になるのか、多分それでしょうね。で、今ある階級はただ単にお飾りになって、それをベースに上レーティングで上下するっていう感じになるのかな。だからリセットはしないんでしょうね。だから1ヶ月ぐらいかけて徐々に適正階級に落ち着いていくって感じですね。要は落ちる人は落ちていくって感じですよ。し、上がっていく人は上がっていく。だから初心者がしてる人はどんどん上がっていくし、勝手に。だから7試合とかじゃないからね。その1週間で、要は、借りまくってる人は勝手に上がっていくっていうことですな。で、大将の人は、割とボコボコ落ちていくんじゃないかな。ボコボコ落ちていくんじゃないでしょうかっていう気はしますけれども。多分そんな仕組みなんだろうな。ノラと正体の扱いをその辺で変えてほしいんですけどね、できれば。これラストでちょうど時間的にももう1時間半過ぎちゃったし、大体1時間半ぐらいにしようかなと思ってて、ちょっとラストでまったり少し抑えめでいきます。開始までしばらくお待ちください。戦闘開始までしばらくお待ちください。さて
やっぱり今の状況は低コストがいいなっていうのを感じました。そしてグフ優秀、うん、やっぱ優秀っすな。ヒルドロブは自分が見えなくなる画面で。今日の召喚戦場突撃ねえ絡まれる。どうしようかな。GOA のサマーコス2015出ましたけどまだかそってるのかな。どうでしょうね。 GOA はなんか眺めるゲームになってますけどでも大会とかあったみたいですよ。じゃあ久しぶりにクイックスイッチ、あ、だけどハーフキャノン使ってあげようかな。ハーフキャノンちょっとコストはあんま良くないで、どうしよう。攻撃を使いたいところだけど今強襲の気分だから結局インファイトですから。ここはインファイトができないときついよねっていう。イフィートナハトいやで無理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 、やっつけにも本番がある。あ、やっつけにも本番、ぶっつけ本番すぎる特殊装備でもいるから、いるけどね。大変なことになるからダメ、せめてまともに戦える機体の方がいい。どんどんコストが下がっていく。あ、シーマ行こう。シーマ強化されるというもっぱら噂のシーマ様、今熱い機体ですよ。ジオンでガルバルさんは、ガルさんいたー、しくった。今回のミッションに勝利すると特別報酬が支給されます。そうだ、ガルさんがいたじゃないですか。出撃する機体を選択してください。今最も熱いんではないかという。出撃する地点を選択してください。出撃する機体をウィークシューター意外と、やっぱりあれだよね、走行が低めですね。回収を優先させましょう。ケンプ多いね。忘れてたわら。ちょっと勝つぜ。ビームコーティング。スーパービームコーティング。この USB4 本から供給される電力によって、敵コロで新規さんといえばバリバリだと思ってた。あかーん、しかしかわすシーマ様、あかん、めっちゃ狙われた。この USB4 本が早く PC を新しくしたいなぁに。出撃する地点を選択してください。コンテナを回収しました。
配信しな。よく打ったかなと思ったんだけど。ガンドムはね、別に今だったらまあなくはないけどって感じですな。シルに期待がない。これはいわゆる冬の時代というやつか。やっぱり左の方が戦いですよねこれね。スリム、それが JK だからね。回収を優先させましょう。ブッツルス。今の配信用で新しいのを用意してブッツルス。スナイパーブッツルス。回収いたしましょう。新しいのメインね。ただ問題は予算が。聞いたくないでござる。感謝、感謝しかない。例えばギラ動画でしたっけ、あれはどうなんでしょうね。まだただ私は新機体よりもその足回りというか土台のところの変更がすごく気になります。楽しみですね。ちょっとお客さん、それは私のコンテナさんだ。取られた。2発目を食らってはまずいな。よし、砂絶対潰すぞ。砂絶対潰すぞ。グフ最強説。B 行くか。なんとか頑張れてます。 B か。すまない、離脱する。
Y でしたね、 B じゃなかった。みんな、動画は弱肉を定置みたいなものだし、シルビさんが、木の弱みたいな感じに仕上がるのでは。だけど動画見たらちょっとデブかったよね。これは私のお稲荷さんだ、わらわら。考えようか、それともあのモビルスーツだから。命がけで回収よ。よいしょ、危ない。グフ最強説、あー残念。出撃する機体を選択、出撃する地点を選択してください。まあ量産機だから壊れではないわら。 USB 行きます。回収を迅速に行う。なんでここで迫撃を置くんだよ、どんだけ。とこけた。アガンです。今もそろそろジオン連邦にデブで、連邦にデブでジオンにスリムっていう流れにしてもいいんじゃねえの、そろそろ。いい加減この被弾面積を味わうといいよ、本当に。なんかいたし。ふいよ、ロボッツ。グー最強説。やべえ。グーだけでいいんじゃねえのっていう、この試合。なんでしょうね、低コストの方がうまく扱えますな。てか、気楽に突っ込めるんですよね。気分的な問題で次があると思うから前行けるんですね。回収を優先させましょう。
ちなみにコンカスじゃないですかね、私のブルちゃんは。ノーコンカス。ノーモアコンカス。いや、欲しかったけど、まあ、いっか、みたいな。ヒートロッド。甘えよ。グーフー最強説。ピンクの棒を出すな。本当に分かんなくなるから。これなんでそんなピンポイントに前に立つんですかね。びっくり超えたわ。悲しみのコケ。まだウィクシュはいいじゃないか。なんでここに補給を出したんだろう。これ絶対必要ないのに。これ止められてんねえな。はい、先読みだよみんな。あいつはもう先読みしないと無理だから。その分北押してんのか。そこだ。中心まで大型化が主流で、その後から小型化が一面出したかな。その声だけど。こんばんは。こんばんは。ようこそ。ダメでした。立てられちゃいましたね。何をってバズーカを立てられました。あ、これここで一回混ぜなきゃ。コンテナマン。Thank you. Welcome to シルちゃん。リセット確定できなくなると、シュナイドどうなりますかね。いや、できるでしょ。別に。あえて、のぐずればいいんだから別に、ダウンは取れないけど。その後、私、コンカスだからすぐ撃てるし、当てさえすればね。美しいものには棘あると申しますか。お気をつけください。聞いて。ワイのオーダー、敵がいないのに攻撃やまなくなるよね。わら出撃する機体を出撃する地点を選択してください。
誰かがそんなこと言ってたよ。だってね、FPS が結構下がるね。これ見えなくなるのやめようよ。正面視点。見えなかったわ完全に。敵が。コンテナを行こう。73、ニューガンダム、22M、123、ガンダム F91、15M、全体王型。ファイアレン。F91ちっちゃいんだね。そういえば大会説動画大変ですね。大会説動画は撮れないな。エコノミーウェブリー。あ、撃てや。回収を迅速に行う。おっちゃあかん、ここは今のあかん、今のあかん、今のあかん。やばい。最悪だ、負けた。いやー最後の2機はあかん。格闘打ったとこにバズーカが飛んできた。格よりも敵を倒してほしかった。あー最後のマジかよ。最後の2機やっちまったとは。まあ2機っていうかあの USB だわ。USB とあれですわ。やっぱね JK はちょっとダメだね。うん、コスト高すぎる。 JK はどうだろうね。微妙ですよ。微妙、肩じゃないから切り替えも遅いし。まあちょっと残念でした最後。まあ勝てたなぁ。 JK ってのはこいつのことなんですけど、ザクハーフキャノンね、型番が JK だったんで JKJK 言ってるんですけど。まあそんな感じです。今回はここまで。そうじゃね、いや最後ちょっと残念、やっちまっただ。またとりあえず GP ガチャ動画を生でやるかどうかは考えます。まあたまにはそういうのもね面白いかもしれない。そしてまた次回。いやー最後ちょっともったいねえな、もったいない。まあグフさんはいい機体。ちょっとまだお疲れ様です。ちょっとまだね、ここにしとこうっていう。まあ、そのうち、来週からさらにこいつはいいキャラになるのかなという感じです。ちょっときつかった。FPS が落ちちゃうから、ちょっとやっぱり環境を考えなきゃいけないですね。
被弾面積が少ない機体に乗りたいならトロ8に乗ればいいんだわら。 3M くらいしかないけれどわら。それではまた次回シルビチャンネルでお会いいたしましょう。今回はまあアップデートがあったのでいろいろとやってみました。またちょっとリクエストしつつ、まあメインの機体を入れつつ、まあ今回ウフがメインでしたけど、そういう形でバランスの取った構成でいこうと思いますんで、また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。はい、じゃあねー。それじゃあシルビでした。